今回の地震によって心肺停止、土砂崩れ、家屋の倒壊、そして大規模な停電が発生している、被害が出ているという報告を受けています。政府としては人命第一で、政府一丸となって災害応急対応に当たってまいります。これから危機管理のためにですね、しっかりと対応していきたいと思います。